マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはいろんなことしてもなかなか痩せないなんてことないですか？そこでこの動画では寝る前に飲むと痩せる簡単な方法がわかるんです。もしあなたが辛いダイエットは続かない、一日も早く綺麗に健康的に痩せたいと思っているようでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。寝る前に飲むと痩せる飲み物についてお話しします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜ寝る前に飲むと痩せるんでしょうか、その理由と、2つ目、寝る前に飲むと痩せる飲み物について詳しく飲み方、そして注意点をお伝えしていきますね。では1つ目の項目はこちらですね。なぜこの飲み物を飲むと痩せることができるんでしょうかというポイント2つあります。1つ目は、この飲み物を寝る前に飲みますとあなたの腸内環境が整うからなんですね。まずは健康的で綺麗に痩せたいなとお考えでしたら、何をすればよいのか。それはまずはですね、あなたの腸内環境を整えてあげることなんですね。これを無視して、もいくら食事制限を頑張ったとしても、きつい運動を頑張ったとしても、一旦痩せるかもしれませんが、その先に待っているのはリバウンドなんですね。なので知っていただきたいんです。根本的に痩せ体質に生まれ変わるためには、あなたの腸内環境を整えてあげることを、たくさんたくさんですね、いろいろ方法がありますから、そのうちの1つでも2つでも取り組みましょうねということなんです。そのうちの一つのね、大きな効果があるのがこの飲み物なんですね。また後ほど詳しくお伝えしていきます。で、なぜその腸内環境が整うと痩せるんでしょうかって、そのポイントは、腸内細菌たちのバランスがいいかどうかということと、いかにその腸内細菌たちの種類が多いか、そしていつまでもあなたの腸内でその善玉菌と呼ばれるね、痩せ菌たちが住み着いてくれる環境を作ることができるかできないかでも、全然ダイエットの効果が変わってきますから、ぜひここポイントを押さえていきましょう。では2つ目です。こちら、睡眠の質が向上するから痩せますよなんですね。あなたはいかがですか？毎日どれぐらいぐっすりと眠っていらっしゃいますか？もししょっちゅう目が覚めるとか、寝入りが悪いとかね、もう朝すぐ早く目が覚めてしまうとかですね、あと食いしばりがあったりとか、とにかく寝ているのにもかかわらずその緊張している方っていうのは、やはりですね、睡眠の質が悪いわけですね。そういった方はなかなか痩せることができません。なぜかというと、痩せるためには上質の睡眠をとっているかどうかが、まあ、ポイントになってくるからなんです。寝ている間に痩せるホルモンたちができるわけなんですよね。例えば成長ホルモン、これはあなたの代謝を上げてくれるホルモンですし、またコルチゾールというホルモンは脂肪とかね、太るもと糖質をこうどんどん燃やして、こう代謝をね上げてくれるっていう、こういったホルモンが寝てる間にしっかりと動いて作ってくれていないと、やっぱりなかなかね痩せることができないですよね。ですから今思い返してみてくださいね。あなたの普段の睡眠の質はいかがですか？もしもあんまり良くないという方はね、ぜひ後からお伝えするこの寝る前に飲むと痩せるお茶、飲み物なんですけどもね、ぜひ飲んでみてくださいね。ではここから2つ目の項目です。夜寝る前に飲むと痩せる飲み物は何でしょうかということで、今回お伝えしたかったのはこちら、ハーブティーのカモミールティーになります。こちらね、すごくね、まずお体を温めてくれる効果があるんですよね。で、体が温まるということは、内臓である腸も温まるわけです。で、腸がキンキンに冷えてる方、お腹を触れてみてこう冷たい方っていうのは、もうかなり内臓冷えてますよ。ちょっと触ってみてくださいね。ご自分のお腹が触って冷たいなっていう方は、もうかなり冷えが出てるサインです。そのままでは残念ながら痩せることはできません。体が冷えてる方っていうのは、まあ、そもそも腸も動きにくくなってますし、代謝も落ちてしまいますし、病気にかかりやすくなってしまうんですよね。なのでこのカモミールティーを飲むことで、冷えてしまったお体をまず温めてあげましょう。
そうすることで結局冷え性の改善にもつながりますから、だんだんとポカポカとお腹が温まってきてたら丸です。そしてね、安眠効果があるのがこのカモミルティなんですね。例えば昔睡眠導入剤とかお薬がなかった時代に昔の方はどうしていたかっていうと、このカモミルティをねホットで飲んでたわけですよね。そうするとね、安眠効果の高い成分が入ってますから、スーッとね、あ、なんかリラックスして眠れるなってなっていたっていうことなんですよね。簡単にお伝えすると自然療法ですよね。お薬に頼らないってことです。そして次、鎮静効果もあります。例えばですね、私も仕事で夜な夜な Facebook ライブとかね、いろいろライブもすることがあります。でこういったライトをこうこうこうと浴びるとですね、やっぱり夜寝つきが悪くなるわけですよ。交感神経が優位になってしまってですね、そういう時にやっぱり興奮した神経を鎮めてくれるのがこのカモミルティなので、私はちょっと夜遅いライブをした時なんかはこのカモミルティをですねホットで一杯飲むことで、スーッとね気持ちを落ち着けてから眠るようにしています。では最後です。鎮痛効果もあります。例えば頭痛であったりとか、生理痛がひどい方、痛みがある方、こういった方はですね、やっぱりこれも自然療法なので、カモミルティを飲むとですね、そういった痛みの緩和 の効果も出ます。ですからすぐに痛み止めに耐えるのではなくって、できればこういった天然のね自然療法を取り組んでいただいて、やっぱりですね、痛み止め飲み続けてる方っていうのはめちゃくちゃ腸が冷えてますよ。お薬ってですね、臓器を冷やします。そうするとその仕方なくね飲む方もいらっしゃるとは思うんですが、常に飲み続けてしまうと、もう内臓がキンキンに冷えてますから代謝が落ちて太るわけです。なのでね、お薬の副作用ってそういうところにも出てるかもしれないんですよね。なのでこういった以上ダイエット効果もあって、もうぐっすりとねリラックスして眠れる効果もあるこのカモミルティをぜひ夜寝る前に飲んでいきましょうね。ではここから最後に痩せる飲み方11点についてお話しして終わります。こことっても重要です。ポイントを押さえていきましょう。まずポイントは、寝る1時間から2時間前までに先ほどのカモミルティーを飲みましょう。でどうやって飲めばよいか、こちらです。必ずホットでお願いします。せっかくねお体を腸を温めるために飲んでるわけです。なのにここで氷とか入れてね、キンキンに冷えたカモミルティーはもちろん NG です。で飲む量は1杯で十分です。そしてこちら、よくねカモミルティーだけの単品ではなくて、紅茶などでこうブレンドしてあるようなブレンドのカモミルティーってありますが、紅茶はカフェイン量ですからね、寝る前にカフェインを取るのはやめましょう。でそもそもカフェインを取ってしまうと腸が動きませんので気をつけてくださいね。そして実はですね、カモミルっていう植物はですね、菊科の植物になります。ですからもしあなたが菊科の植物のアレルギーを持っている方、こういった方は残念ながら飲まない方がいいので、また別のお茶で代用していきましょうね。おいおい、また別の動画でお伝えしていきたいなと思いますし、今までも夜寝る前にね、飲むと痩せますよっていう動画アップしてますから、そちらもチェックしてみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回の動画ポイントは、まず痩せたいのならあなたの腸内環境を整えること、そして睡眠の質を上げることでしたね。そのために必要なのがホットのカモミルティでした。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただきますともとっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。